あとその椅子ね、ハーマンミラーって言って22万ぐらいするんだけど。あ、マジで超いいで、かわいいやつ。うん、マジでか。お、使ってね。で、これはマイク。富士はね、実は歌手になりたいんだよ。ミュージシャン違う。これは置いてる、うん、練習用ね。信じるからそれ。右信じるから。これだよ。愛してるよ。タカさん、誰は一つに。俺これしか歌ってねえんだよ、マジで。そうだね。森山くんに何か歌ってって言ったら何歌うでしょう。これはさすがにじゃない。あ、さすがに。あ、俺が一番有利だわ。こいつ黒い時毎回歌うからさ。もう分かったわ。もうお前が歌ってるもん。お前が歌ってるもんって何。お前が脳内で歌ってる。じゃあ俺から言っていい。うん、言っていい、うん、君は見放う上におしゃべり。いや、バディ、ビム、パンピー、これよく歌ってる。歌ってるね。あれ多分タクと一緒だわ。じゃあせーの言ってみる。言ってみる。せーの。ベーバイバー。なんで被ったの。いや、俺でも絶対そう。森山と言ったらさ、森山と言ったら、いろんな感じがある。まあ、そう、ここで、やっぱ、雰囲気もあれなんで、一曲歌ってください。一曲歌ってください。一曲歌ってください。やば。言ってることやべえな、こいつ。じゃあ歌うわ。満天の空に君の声が響いてもいいような綺麗な夜。俺2択だったって。パーズっすか。ごめんごめん、俺いつもそれもの歌えって言うもん。あ、そうストレートに答えたらよかったんだ。タク、もともと俺らは友達の友達としてあったけど、まあ、初めて2人でタイ旅行に行った時に、俺はお前のことめっちゃいいやつだと思ったよ。まあいろいろお前の弱い部分とかいろんな部分を見て、一緒に住んでお前の素の部分を見て、改めてね、お前のことが大好きだって俺は気づいたよ。これからもよろしくな、ファミリー。君がくれた小さな幸せ。やっぱサークルも一緒で、最初のイメージはちょっと濃いやつだなと思ってたんだけど、大井町で一緒に住み始めて、タクはただの犬なんだなって思ったんだよね。かわいいかわいいエビスジャップのペットとして、これからも一緒にしていつまでも君の横で、まあ楽しんでいこうやな。タク、これからも仕事も頑張って、俺らでも楽しんで楽しい人生を送っていこうぜ。よろしくね。はい、森山。タク。